ピスタチオ高校サッカー部部室。いきなり呼び出して一体何の用なんだ？そうですよ。何ですか突然。狙ってんな、今も。皆さんに集まってもらったのは他でもありません。事件の真相が明らかになったんです。ん？何を言い出すんだ、あんと。どういうことですか？事件ってあれは自殺なんでしょ？あ、天井を見たらなんか黒いシミみたいなのあるな。それは違うぞ、この野郎。黒渕、メガネ王は自殺なんてしていない。何者かに殺害されてんだよ。ほら、見てください。ほら、ここからこうピーって落としたんじゃない？ピーって。え？そして、犯人はこの中にいる。そう、この事件の犯人はこれまでに出てきてない別の部員。もう、こいつなんじゃないの？そう、この事件の犯人は上半身脱いだ。貴様だこの野郎。なにちょっと一体何を言ってるんですか？警察の目をごまかせても、世界の市場で鍛えた俺の目をごまかせないぞ。めっちゃ赤く光ってんもん。紙コップから検出された毒は、古渕メガネを自分で入れたんじゃない。上半身脱ぎだ。お前が入れたんだ。なんだと？待ってくださいよ。僕は事件があった時間、ずっと教室にいたんです。それをスナイパーが見ているはずです。僕はあの時間に部室に行くことは不可能ですよ。そうか。鑑識の結果では、毒は死亡推定時刻の直前に入れられていた。つまり、毒は7時20分頃、紙コップに入れられたはずだ。その時間、上半身脱ぎたが教室にいたことはスナイパーが証言している。上半身脱ぎたが、部室の紙コップに毒を入れるのは不可能では？なるほど。それは可能なんだよ。このネタを使うことによってな。なんだこれ。これだ。それは可能なんだよ。このネタを使うことによってな。それは電動ドリルと2年3組の床の穴。こんなもので一体何ができるって言うんですか？なる。上半身脱ぎたの教室、2年3組は部室の上にあった。上半身脱ぎたはスナイパーに監視されていない時間に、床の下の、机の下の床に穴を開けておいたんだ。そして、その穴から紙コップに毒を垂らしたのさ。そうか、スナイパーはこう言っていた。7時半からだったっけ？はい。7時から夕方5時までの間。7時から5時までの間。スナイパーが監視をしていた時間は、午前7時から午後5時半までの間。ああ、そうね。つまり、監視されてない午前7時より前なら怪しい行動は取り放題だ。すごいよかった。今日も握りが冴えている。何がおかしいんだ？スナイパーに監視されていない時間を利用すれば、部室の紙コップに毒を入れる準備はできたかもしれない。しかし、僕は死亡推定時刻の直前に入れられていたんでしょ？僕には毒を入れる準備はできても、毒を入れることはできない。なぜなら、肝心の毒が入れられた時間、僕はスナイパーに監視されていたんですからね。僕が毒を入れるような不審な行動をしていたら、監視していたスナイパーは怪しむでしょう。確かにスナイパーは、奴は今朝も教室で自習をしていたからな。怪しい動きはしていなかったぜ。言ってたな。しかもスナイパーが撮った証拠の写真もあった。そう悔しいけど反論できない。それにその毒はどこにあるんですか？僕はご覧の通り上半身裸なんです。そしてカバンも持ってなければポケットにだってないんです。髪の中に隠してんじゃねえのか？僕が毒を持ち運んだり隠したりすることはできないんですよ。確かに。この露出狂に毒をしまいそうなポケットはない。机の中を調べたけど毒は発見されなかった。事件当時に怪しい動きはしていない。そして毒を持ち運び隠すことは不可能。この2つの主張を退けるならどうすればいいんだ？うぬる。それはこのネタを使うことによって可能なんだ。わからんけど。ちょっと待って、何これ。鎖骨のくぼみ、宅配業者、石を持った毒が勝手に紙コップに入った。ちょっとセーブします。これ大丈夫か？鎖骨のくぼみ。それは可能なんだよ。鎖骨のくぼみを使うことによってな。マジかよ。鎖骨のくぼみ？この方は一体どういうことなんですか？説明するからよーく聞け。はい。上半身脱ぎたがどうやって毒を持ち運んでるのか。上半身脱ぎたは、自宅で鎖骨のくぼみに毒を注ぎ込み、やばい。鎖骨のくぼみから毒がこぼれないように慎重に通読したんだ。ぎゅー。そうか、それなら毒を持ち込める。いや、むしろ上半身が裸の露出狂にしかできない。確かに、それなら毒を持ち運べるかもしれない。でも、もう一つの毒を垂らす行為については、どうなんですか？その鎖骨の毒をスナイパーに怪しまれないように、どうやって垂らしたって言うんですか？くねる！男の割り込みを崩すんじゃねえ。それも今から説明するんだ。だから、しびれちゃうぜ。上半身脱ぎ手は鎖骨のくぼみから、なるほど、賢いな。こっそりと毒を腕に伝わせ、床の穴に垂らしたんだ。すごいな、これ。すごい光景だな、これ。スナイパーの近くにある左腕側からな。なるほど。チェルピス。そうか、チェルピスって何？左側はスナイパーの死角になっている。だから、毒を垂らしていることに気がつかなかったんだ。なるほどね。凄腕のやつでも見抜けないことあったんだな。なんて酸味の効いた鮮やかな推理なんだ。どれ？何年しやがれ。いや、あなたもなかなかすごい腕だったよ。これ、とどめ。八郎。僕はそう思った。勝負ありだと。しかし、上半身脱ぎとはまだ犯行を認めようとしなかった。そしてここから、板前名探偵寿司岡の最後の攻防が始まろうとしていた。まだあんの？なんか、顔違くね？なかなか面白い推理ですね。さすが、でもまだ頭は狙われてるちゃんと。さすが板前名探偵だ。なんだか雰囲気が変わったぞ。もし、あなたの推理が本当だとして、僕の動機はどう説明するんですか？動機？確かに上半身は、黒渕キャプテンを唯一尊敬していた部員だ。あれだけ尊敬していたキャプテンを殺害する理由がわからないな。その通り。僕は黒渕キャプテンを尊敬していた。そんな僕がなぜキャプテンを殺害したのか、動機を聞かせてもらいたいですね。いや、動機とかどうでもいいよ。正直、警察に捕まった後に話せ。親方、上半身脱ぎたの動機は一体？動機まで知らんよ。動機はない。うるせえ、静かにしよう。うるせえ、静かにしよう。うるせえ。さっきからいちいちうるせえ。少し静かにしろ。めっちゃみんな静かにしてるけど。そうですね。みんなで一回静かにしましょうか。よし、もういいぞ。気持ちが落ち着いた。どうもありがとう。ではよかった。改めてお願いします。動機はない。上半身脱ぎたの動機はない。ない？ふははは。動機もないのに殺害したっていうのかい？バカバカしい。話にならないな。くだらない探偵ごっこはもう終わりにしてもらおう。勝手に犯人扱いしておいて。うぬろう。人の話を最後まで聞け。親方？上半身脱ぎたに黒渕メガネを殺害する動機はない。だがしかしそれは、殺害する相手を間違えたんだ。なんだと？親方、上半身脱ぎたは、一体誰を殺害するつもりだったんですか？いや、それ一人しかおらんやろ。手虫の親子、怠惰な自分自身かっこいいな。でもまあ、ピスタチオかな？犯罪する吉。ちょっとセーブします。犯罪する基地だろうね。でもな、怠惰な自分自身。上半身脱ぎ手が殺害しようとしていた人物。怠惰な自分自身だったんだ。ここへ来て突然の精神論に正直驚いています。そうだろ？驚いちゃっただろ？実は俺もその一人だ。何これ？ちょっとこれ、もしかしてドッキリ？てってれー、大成功。嫌だな。もう勘弁してくださいよ。もうなんか怪しいと思ったんだよな。はははは。それじゃ、やり直そっか。はい、お願いします。あ、普通に戻ってくんだね。じゃあ、毛虫の親子。まあいいや。よかろう。上半身脱ぎ手が殺害しようとしていた人物は、犯罪像をする口だったんだよ。うにゃる。なにそんな。僕は犯罪像をする口に逃せる予定だったんだ。どういうことですか、親方。こねろ。それはこのネタを見ろ。これは殺害に作られた紙コップ。この紙コップに書かれたマークで、これは背番号8を意味しているんだ。8番は俺の背番号だぞ。あれはよかった。ちょっと待ってください。被害者の黒縁メガネ王の背番号は10です。そもそも黒縁メガネ王はなぜ8と書かれた紙コップを使ったんでしょうか。ミノルラ、今説明するからそのおちぼ口を慎め。おちぼ口ではない。はい。上半身脱ぎたは部活が終わった後、2階の穴から毒を垂らせる位置に犯罪者する基地の紙コップを置いた。背番号と同じ8という数字を紙コップに書いてな。しかしこの時上半身脱ぎたは致命的なミスを犯した。上半身脱ぎたは紙コップの準備を慌てるあまり、8を斜めに書いてしまった。そして黒縁メガネ王は紙コップを斜めに書かれた8を自分のトレードマークであるメガネマークだと勘違いしてしまったんだ。なるほど。最初そう思った。確かに。メガネやと思った。そしてその紙コップで毒を飲んでしまったんだ。これがこの事件の真相だ。いよー、ウムチル様。ぐぐぐ。菅板前名探偵だ。すべて親方の言う通りさ。犯行を認めるんですね。ええ。さあまあ、俺に何の恨みがあってこんなことを、いや、恨みしかないやろ。恨むに決まってるだろう。まあ、それは真っ当な意見です。お前が雇ったスナイパーに俺は毎日、赤外線レーザーポインターで狙われているんだ。かわいそう。びっくりするぐらいのストレスなんだ。小動物なら死んじゃうくらいのストレスなんだ。それはお前が俺に消しカスを丸めたやつを投げてきたから悪いんだろうが。いや、あんまだと思うよ、それは。なんだと？いや、喧嘩勃発し始めちゃった。てめえ。ああ。もうやめろ。ネズミの罵り合いはそこまでだ。え？あなたは、そんなまさか。お、生きてた。それ以上続けるならこの硬い棒で叩くぞ。倉口キャプテン、死んだはずでは。ああ、確かに死んださ。しかしギリギリのところでなんとか大丈夫だったんだ。ガーってやったりしたら大丈夫だったんだ。どういうこと？ガーってやったのか。キャプテン、僕はとんでもないことを申し訳ありませんでした。もういいんだ。やり直しだ。キャプテン、また一からみんなでやり直そう。いいやつだけど、右手にもっとするしまえ。キャプテン。よーし、こうなったらみんなで万歳三唱だ。行くぞー。はい。公式サッカー部キャプテン殺人未遂事件は、被害者の黒縁メガネ王が生き返るという奇跡が起こり幕を閉じた。まあ何よりでしたね。寿司屋寿司屋か。ああ、安心するわ。いやー、今回の事件も見事な解決っぷりでしたね。そうなんだよ。めちゃ見事だったろ？被害者の黒縁メガネ王が生きていたとは驚きでした。もしかしたら生きるとか死ぬとか、本当はそんなもんはないのかもしれないな。突然の哲学的なコメントに僕は戸惑いを隠せません。どんな問題だって逃げちまったら手放すだけってことさ。この寿司のようにな。なるほど、さっぱり意味がわかりません。最後に何かいいことを言おうとしてるけど、言えてない感が半端ないですね。言ってやるなよ。えへへ。うひひ。さーて、時間も解決したし、ソリティアでも始めるか。マインスイーパーやりましょう。はい、僕はいつものように横で応援します。つまんねえな、こいつも。よっしゃ、めくるぜ。こんな気合い入れてやることか。いや、ありがとうございました。みそ谷さんかな？全部みそ谷さんね。渋いイラストもね、かっこよかった。全部みそ谷さんですね。いやー、これはね、かっこよかった。かっこよかったよ。キャラクターデザインもね。かっこよかった。プロデューサーもね。なるほどね。そうね。個人で作ってやるんだもんね。遊んでくれてどうもありがとう。いや、こちらこそ。ありがとうございました。面白かった。バッドエンドに行かないところがね、バッドエンドタイトルに戻るみたいなのがなかったから、なんか親切設計でね、サクッと遊べて、突っ込みどころも多くて、トリックとかも斬新でしたね。とても斬新でした。これはすごいなと思ったわ。でもあれ、不可能じゃなさそうで、まあ、鎖骨、体鍛えてる人で、あれはできるかもしれないね。ここに白のラインがね。ということで、板前名探偵、寿司岡でした。いや、面白いゲームだったね。面白いゲームでした。ありがとうございました。みそたにやさんか。みそたにやさんでした。はい、ありがとうございました。